一階ベランダより、明石海峡大橋を望める。旧武藤家別邸洋館は、兵庫県神戸市たるみ区にある西洋館。別称は、旧武藤山寺邸、及び旧金坊舞妓クラブ。旧武藤家別邸洋館は1907年、実業家で衆議院議員も務めた、武藤山寺の別邸として、舞妓海岸の有栖ス川の宮別邸近くに建設された。 木造2階建ての円形バルコニースレート吹きの屋根、下見板張りの外壁が特徴の洋館。大熊吉国による設計は北野町の偉人館と同じコロニアル様式を基礎にデザインされ海側に広く張り出す円形ベランダを外観上の特徴としている。武藤山寺生居後の1937年には金が淵宝石に寄贈され金棒舞子クラブと命名され企業の 構成施設として利用されることになる。別邸の建物は、洋館と和館、同級室で構成されていたが、1995年に、明石海峡大橋に接続する国道2号の拡幅工事により、和館と同級室は解体されなくなったが、洋館だけが仮口台の狐塚古墳の林地に移築された。2007年、所有者である金坊から、建物、家具、絵画、 調度品、蔵書等の寄贈を受けた兵庫県は、当初所在地にほど近い兵庫県立舞子公園への再移築工事を開始し、同時に同級室を外観復元した管理棟を建設した。建造材の大部分や外装材の一部は新材で再現されているものの建具や内装の仕上げ材は当初のものが使われている。平成7年、 幸いにも阪神大震災に解体中であったため、ステンドグラス、窓ガラス、暖炉、家具なども当時のものがそのまま残っている。一区、修復竣工後の2010年10月から一般公開を開始した。2011年7月、国の登録有形文化財として登録。ありがとうございます。